ラトゥール・ドカロルは、フランス南部、ピレネー・オリアンタル県内に位置するコミューンである。カタルーニャ語では、ラトア・デ・ケロールと記される。住人は、カロラン、ケロランスと呼ばれる。スペインとの国境の近く、セルダーニュ地方に位置し、カロール川が流れている。高度は1209メートルから2080メートルである。ラトゥール・ドカロル駅は、フランスの鉄道が、 スペインの鉄道と接続する国際駅であり、フランス国内のセルダーニュ線も接続している。北西方向へは、アリエイジュダにを通り、ループ線を介して、トゥールーズへと線路が伸びている。パリからトゥールーズを経由して、夜行列車も運行されている。東には、セルダーニュ線が、南には、バルセロナへと続くスペインの鉄道が伸びている。 フランスの鉄道の期間は 1435mm、セルダーニュ線の期間は 1000mm、スペインの鉄道の期間は 1668mm なので、3つの異なる期間が1つの駅の中に混在することになる。電化方式も、フランスの 1500V 直流、セルダーニュ線0の 750V 第3基上方式、スペインの 3000V 直流の3方式が混在している。 ありがとうございます。